そうなります。アウセーゼメカニックのシチです。入山です。前回に引き続き、BMW X1 S ドライブ 1.8i の内装編でございます。イエーイ。イエーイ。バック、パワーついとった。いいね。いいね。欲しい。これいいね。うん、これついとんのかなあれ。鍵持って。いつものチャレンジ。ないですね。このリモコンでは開ける。いいね。これあるのかなまた。いつもの。ここで止めたいとか。ああ。わかんない。多分でもあると思う。まあまあまあ。うん。ちょっとね、調べときます。で、このトノカバーは、ここに、ここに引っ掛けて。はい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 。あるやつね、よくね、うん。うん。盗難防止とかのね、いろいろ。お!でん。お!違う。うーん。で、これで多分後ろシート倒せるっぽい。ああ。倒れた。にゃーってこう。にゃー、にゃー、にゃー。にゃー。お猫さん匹。おー。結構詰めるよ。いいね、いいね。めっちゃいいやん。すごくいいよね。パッケージとしては一番使い勝手いいんじゃないかな。でね、この両サイドのね、小物入れめっちゃ深いのよ。ここじゃん。ほら。ここまで入る。めっちゃね。かなり深い。この下もです。おー。いいね、いいね。いいね。めっちゃいいやん。すごい、でっかい明るい電気ついてるしね。見てや。でかっ。BM もここに表示板はあるね。うん。ちゃんとね、BMW って入った。いや。じゃあ、優しさはあるのか。ないよね。ないね。ゆっくりとか知らないもんね。指挟んだ?見てなかったんだろ、お前って言われるのね。うん、布です。ウッドパネルもないです。一番やっぱ、安いグレードなんで。うんうん、でも、十分よ、うん。あと、まあ見ていただいたらわかるけど、ちょっとミニっぽいよね。シート丸くて。BM かミニかって言われるとミニっぽくない?このシートのデザイン。うん。うんうん、確かに。なんならまんまなんじゃないかと思うぐらい、ミニっぽいね。うん、あとね、すごくね、おおと思ったのが、うん、リクライニングがある。これ今一番倒れちゃってるけど。あ、後ろのシートに?そうそう。この角度から。ね、こんな感じで。お、4段階ぐらいある?うん、あるある。ね、やっぱね、うん、BM っぽいというか、まあ、ミニも、でもそうかな。あの、シートは硬い。ふかふか感はない。でもその足元とかが結構わかるね。これね。うん。これあるだけでも全然、今これ、うん、僕の位置、運転位置。運転位置ぐらい、前は、うん。こんな広いよ、だって。ね。S クラス並みに広くない?うん。広さで言うと、天井も広いね。すごい余裕あるし。本当やね。うん。で、こういうね、ふわーって戻るタイプね。うん、まあ、あの、中はね、LED ちゃんと。うんうん、で、ここにね、これ、わかるかな?間接照明、ここと、ドアにも。ほんとよ。これ。何色だ?赤、オレンジ?オレンジかな ?BM といえばオレンジ。なんか濃いオレンジか。ね、そんな感じ。そんなイメージだ、うん。で、こういうとこも網網になってて。やっぱちょっと、なんていうのかな。チャッチーグレード?チャッチー感はあるけど。全然いい。あの、何を求めるかや。欲しい。車に。いいと思います。僕的に、うちなんかは、うちのじゃあ C クラスここに何入れとるかって、うん、
子供のおむつとティッシュのこう、うん、みたいな。イヤホンで別にこういうの十分なの。うんうん、なんなら中身見えとった方がいいかも。で、こっちに来ると、これね、ここに、IsoFix の、ありますよ。うんうん、ここに肘掛けちゃんとありますよ。すごくない?早いね。でも結構それ、両サイド支えてくれそうでいいやん、飲み物。ね。どこぞのあの缶コーヒー自動発車より全然いい。あれしかもねバキっていくでね。そうなんや。で真ん中のシートベルトはここにいます。うん、遠いね。これをガッとやってここに刺して、うん、こっちかこっちに刺して、うん、こうやってやるタイプのシート。なるほどね。そう。結局やっぱさ、うん、後ろもさ、3人乗れるとはいえ、うん、2人乗りやん、うん、だからこれで、こういうシートベルトで十分や、ね。で、後ろにも、ここに、シガーライターがあります、うんいいね。ここね、ちょっとした小物入れになって。全然いいじゃん。シートは跳ね上げれるのかな。俺なんか動きそうだよ。あ前に。行くぞ、こいつ。うん俺んとこで試した方がいいいた。おー。リクライニングじゃねえ。スライドまでついとる。すご。すごいね。ちょっともっと、やろう。マックス?これマックス。へぇー。あ、ここマックス。マックスかな、これ。マックス。すご。すご。10センチぐらいか。うん。スライドできる。スライドまでついて。ね、もう後ろの、荷物の具合でね。確かに。スライドさせちゃまって。めっちゃいいやん。前もシンプル。あの、うん、電動シートついてないから。ああ、それはちょっと電動がいいかな、ね。結構壊れるからね。あ、電動が?電動が。これか。これさ、うんうん、こんなスピードで電動は動かないでしょ。確かに。この、リクライニングにしても、うん、眠てえって言ったときに、うん、こうやん、電動。うん、これやったら、えい。ね、確かに。そう。これがやっぱいいとこ。確かに。うん。で、いろんな人が乗るっていう風やったら、うん、メモリーとかあった方がいいけど、うん、自分しか乗らんとか、うん、奥さんと自分ぐらいって言ったら、そんなに調整しんやん。うん、やで、いらんかなって感じだよね。うん、その贅沢だからね、電動、パワーシートって。内装はね、こんな感じ。これはしっかり BM しよる、こいつもね、シフトノブも、ね、BM やった。ちゃんと。いいなぁ。え、何そのなんか。すごい。お互い。ガッガじゃない。お互い行こうみたいな。どうもー。どうもー。ここに。逆にその上だけ閉めるやつとかおるんかな。ね、これね。うん。おもろいね。ね。じゃあちょっとエンジンかけるよ。メーターどんな感じなんやろうね。あ、もうついちゃった。もうついちゃった。え、全然いいやん。ドラレコもついてますし、うん、これは本当に一緒だよね。全く。で、BM、もうここら辺も全く BM だし、うん、ボードコンピューターでいろいろ、ここにね、表示できたりとか、うん、ウインカーがあって、ワイパーがこっち。ハンドルはこんな感じで。なんかね、いっぱいついてる。こっちが、ついてくやつ?やと思う。うん。こっちがオーディオ系、うんうん、あと電話とか。うんうん。これボリュームやと思う。でね、ここに、真ん中が、これオーディオ、これエアコン。エアコン見てください、うん。シートヒーターついてる。本当だ。もうこれだけでありがたいよね。うんうん、で、あとは、オートじゃないよね。だから、オン、こっちで温度。だから、うん、ツーゾーンでもない。うん、温度と、吹き出し口の位置、うんうん、この上のが、これ、風量、うんうん。で、エアコンのオンオフとか、内気循環。シートヒーターと、これ、うん、後ろの曇り止めかな。うん
うん、フロントの曇り止めはこっち、うん、これさ、タッチなんだよこれ。こんな、感じで BM はね、ここタッチなんだよ、ね、無駄に。ハザードスイッチって、これが、うん、俺ね、ドアロックと間違えた最初。これ周りのアシスト。ピーピー？そう、自動ブレーキとか、その、うん、追突の、とか歩行者とか、レーンキープとかをやるかやらないかって設定をこれから、いけるっていう、うん。そういう感じの。シフトノブはね、これね、BM と一緒で、この横のボタンを押して D に行こう。D に入れて、うーん、で P に入れると、え、キモ。キモとか言わない。すごっ。で、バックカメラはこんな感じですね。全然いいや。あれないの？この中。ガイド線はね、ここで設定選べるんじゃなかった。パーキングヘルプライン。おー、これいる。と、障害者マーク。壁がさ、出るやん。あー、赤い壁とかね。そうそうそう。黄色い。ほらほらほら。あー、はいはいはい。ここに障害物あるよーっていうのを。教えてくれる、うん、これ BM っぽい、うんうん、BM にしかないよ、好きこれ、うん、ね、結構好き、分かりやすいよねこれ、うん、これをまあでもしかも出る電を選べるっていうのは、うん、良きやろうね、うんうん、確かに、うん、ちょっとやっぱね3気筒だからね、うん、振動がすげえ、カラ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 みたいな、ディーゼル？違う、え、ガソリン、BM のガソリンエンジンはうるさいということで有名なね。ね、もしかしたら、アンビエントランプは色変えれるかもしれん。グレードによって、あったりなかったり。うん。インテリアライト。クラシック。モダン。モダン白かな。白色になった。クラシックにして。おぉ。なんで、白とオレンジから選べる。二色かーい、うん。で、まあ、ここで、ワンタッチの、これ、うん、回数が1回と3回と選べる。5回とかないんか。そう。コーディングでね、そこら辺は。ここに、スポーツモードとエコモードの切り替えがあって、うん、これがトラクションコントロールのオフと。電動ですよ、パーキングブレーキも。いいね。ただこの下にホールドっていうのがあるんやけど、うん、これついてない、ね、だからブレーキホールドはない、うんうん、でこのちっちゃいこの子はこんな感じ、すごいシンプル、うん、でここに USB の、うん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 、こんな感じ、なんかそれミニ感がある、うん、で、ここにこうやって角度は変えれる。うん、こんな感じですね。音楽系何が使えるか、ね。マルチメディアで、FM、AM、あとトラフィック。で、これ録音かな？で、CD、DVD、Bluetooth、USB。って感じだね。いやで、よっぽど大丈夫だよね。うんうん。チェックしましょうか。シンプル。あれ、ETC、あ、そっか。BM ですので。そうや、ミラーや。BM のここ、ね、ミラー。そうでした。なんかあったらミラーと交換しなきゃね。確かに。で、上見ると SOS ホールがあって。うん。ないと、うん、SOS はまあ使い物にならんと考えていただければ。なんかもうほんとシンプルだからさ、壊れる要素本当にほぼないよね。まあ、カーナビが不安があったりするけど、うん、カーナビもよっぽど効かへんし、このシフトも今全然効かへんね。これの前のガチャガチャはクソ壊れるイメージあるけど、うん、こういうさ、これ BM じゃん。この、うん、
BM の1シリーズとかってさ、の現行の FF のやつ、うん、ガチャガチャっていう、ガチャガチャっていう普通のあの、ミニみたいなシフトがついてるやつが、前期というかあって、うん、それは、この前、うちに入ってきた黄色い修理したやつみたいに、同じとこぶっ壊れたりとか、もあるね、うん。っていう感じで、車内は。はい。以上です。すげえいいな、使い勝手が、いいのが、ギュッて詰まって、うん。なんか余計なもんはついてないでしょって感じ、うん。逆に、気使わんでいいよね、うん、なんか革シートでウッドパネルでこういうとこ装飾あってって言うとさ、確かにうわー汚れたとかさ、そんなもん別にって感じだよね、うんうん、ここにねヘッドアップディスプレイついてんの、これ誰かがいるみたいな。はい、ミニです。まあミニですって言われてもわからんもんな。多分ほんとここら辺の部品なんか全く一緒だよ。ほんとここら辺とかこれとかも、だからこれもう下手したらこのカバーミニの絵ってそのままつくんじゃねえかなって気がする。いいなぁ。まぁ、あ、ちょっとエンジンうるさいけどなぁ。いいな。でもさ、1500cc、1498cc とかだから、税金安い。確かに。カローラとかと本当に一緒だよ。ビッツとか。素晴らしいね。うん。まぁ、あ、今や E クラスもそうだけどさ、C とか E も1500になっちゃったけどさ、うん、これがいいの3気筒のここだけ見たらあれミニってなるような。でもちゃんと味付けとかその車内とかはちゃんと BMW として、うん、そこはあの差別化してねあの作られとるっていうのがすごいね、うん、俺はねやっぱただただ BM ブランドでじゃあミニのプラットフォーム使って適当にコンパクト作るかじゃない部分がしっかりあってすごいいいとこだと思うね。これは正直かなりあり、ありよりのありよね。あり。140馬力。イメージ。まあ、十分。本当に十分。120キロとか出しとって、そっからさらに追い越して、加速とかっていうとちょっとしんどいけど、うん、別にそんなにやし、うん、ここら辺乗る分に、うんうん、でまあ100キロ、120キロぐらいまでの間で巡航して、うんまあ、ゆっくり目的地行きましょうよっていう車。四駆ではないんや。え？四駆ではない。四駆じゃない、FF このモデルは。うん、これの、これが今、S ドライブっていうグレードなんだけど、うん、X ドライブってグレードになると、これが四駆になる。うんということで、はい、BMW X1S ドライブ 1.8i の内装編、エンジンルーム編でございました。めちゃめちゃいいが、実用的な部分がギュッと詰まったいい車やったね。うん、すごいね、おすすめですよ、この車。うん、めっちゃいい。うん、綺麗だし、うんうん。というわけで、最後までご覧いただきありがとうございました。また、チャンネル登録、コメント、高評価も。お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、じゃあねー。